東京郊外にある町ビロード町。この町のビロードウェイと呼ばれる通りは多くの劇団が拠点とする演劇界の聖地となっている。この町で日本一の劇団を目指し日々切磋琢磨する満開カンパニー。劇団員はかつての栄光を取り戻すため今日も有楽町のとあるスタジオで稽古に明け暮れるのであった。監督、俺たちを咲かせてみせろ。満開ステージ A3 ラジオ。はい、今回稽古に励むのは春組佐久間咲也役横田龍義と、秋組古市左京役藤田玲と、迫田健役田内時弘です。はい、あっぶねえ、噛みそうだったぜ。全然こっちからしたら全然でした。ここいや上がる、むしろ上がる、上げてくる、上げてくる。はい、ということでね、8月も後半戦になりましたけど、はい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 、はい、どうですか台本には毎日暑い日が続いてますが、はい、暑い日に食べたいものはって、はい、先週と同じご飯の話です。ご飯の話ですね。なんか食べたいものとかある？食べたいものですか。でもやっぱ始める、始める、始めるこのご飯トークをですか。いや冷やし中華で、ね、あーすごい、ごめんなさい、なまってるぞ、なまってるぞ。芸人じゃないんですよ、でもね、なまってるぞって言われて例で1個目に書いてある。今回もこのメンバーで、はいはい、音楽企画を行いたいと思います。何、ミュージシャン？じゃあミュージシャン、ミュージシャンとしてデビューする。違いますよ。やった。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。今回も有楽町のスタジオから新型コロナウイルス感染防止のアクリル板を挟んで話しております。さあ今回もこの3人ですが、はい、満開ステージ A3 ラジオ。この時間は春組佐久間咲也役横田龍義と、あ、こっちか、秋組古市左京役藤田玲と、佐久間健役田内杉弘の3人でお送りしています。はい、俺さ、これもっと前に言わなきゃいけなかったんですね、この新型コロナウイルスのね、アクリル板のやつ。確かに、すいません、本当にね。それではね、こちらのコーナーいきましょう。フォーシーズンズライブ2020ラジオリハーサル。イエイイエイイエイ、いいですね。はい、ということでね、冬組単独公演も昨日千秋楽を迎え、おめでとうございます。おめでとうございます。来月9月17日には、満開ステージ A3 フォーシーズンズライブ2020が行われる予定でございますが、このコーナーでは、キャストのお気に入りエーステ楽曲を紹介しながらフォーシーズンズライブを盛り上げていきましょうというね、はい、ことでございます。それではね、3人がそれぞれ1曲ずつ選曲してきたので、エピソードと一緒に紹介していきましょう。まずは横田龍義から。はい、僕から。そうですね、僕では、僕横田龍義が選んだエステ楽曲は春夏公演のロミオとジュリアスです。懐かしい、懐かしい。もうこの曲流れるだけでね、もうね、もう大和さんのあれが聞こえてきますよね。聞こえてくる。舞台はイタリアっていうところだから、ベローナ、ベローナ。あれ思い出してやっぱりね、僕はその初めてその座長をやらせていただいてエーステで、それで歌っちゃった。あ、ごめんごめん。それでまあね、すごい緊張してて、でもってもう分かんないこともいっぱいあった中で、あーちょっともうそこでね、もう入ってこないな。歌が入ってこないな俺。まあでもそれがあって思い出深い曲だなっていうのがあってですね、この曲はですね、やっぱこう僕たちがその劇中劇やってる間、袖の方でレイさんもトッキーさんも見ててくれて、見てましたよ。僕がこのはけてレイさんに、え、どうでした、音取れてましたっていう。だから、いや、取れてなかったね。あ、そうですよね、行きますって言って。そう、だからもう本当にですね、僕はそれで毎回毎回緊張してたもんね、やっぱりね。でもそういう時にちゃんと今日良かったよっていうのとかも言ってもらえたりとかしたから、すごい袖に帰るために
どうなんだろうってドキドキしながらもまた次ウキウキしながらこうやって舞台の上に出るっていうのとかを感じてましたし、いいお話じゃないですか、はい、でもなんか俺そのなんか見てたかったのはやっぱり佐京さんとしてやっぱその満開カンパニーに対するその気持ちっていうのもあり、そしてあの出てる春組ね、だから最初の春組の5人の成長もずっと見守ってきたからこそ一回も欠かさずに横の袖で見てお客さんより早く拍手を送りたいっていう気持ちがあったんですよね。それで毎回ずっと本当にちゃんと見てた。楽屋にいなかったですね。いなかった。あれ楽屋にいなかったって言っちゃったら自分見てないのバレるよ。楽屋にいることも多かったえでも俺トッキーさん、いやトッキーいましたよ、結構いたよ、いましたいました、うん、だってトッキーさんがってこうガッツポーズしてるの俺覚えてます、横からやってた、うんうん、めちゃめちゃ覚えてます。どうじゃあ俺のあの楽屋の記憶はどこの線だろう。あれは幽体離脱してた。あそうか、俺2箇所にいた。2箇所にいた同時に入れそうだし、サコだなったら2箇所に入れそうだし、確かに。しかも楽屋から兄貴って言って走ってそうそうっていうのがあったので、僕はそうですね、ロミオとジュリアスがやっぱ思い出深い曲ですね。ここからやっぱ始まったしね、すごいなんか感傷深いというか、感傷深いですね、うん、やっぱこの曲聴くと思い出しちゃいますね、バーって思い出します、うん、ということで僕はそういうロミオとジュリアスが思い出深い曲だったんですが、はい、では続いてはおトッキーさん、じゃあ僕の番で、はい、続いて僕田内時宏が選ぶエース楽曲はもうこれしか選べなかったです。なんですか、ん秋冬公演の質素倹約節制生活です。あいやそうですよね、そうなんですよ、そりゃそうですよね、俺たちの初のデュエット曲、そうなんですよ、うん、恐れ多くもありがとうございます、ね、もうだって僕秋冬公演は出演はしていなかったんですけど、あの公演を見に行って生き生きとトッキーさんがもうこうやってなんか振り踊ってるの見て、ね、楽しかった。だって佐京さんほとんど踊ってないのにずっと周りでちょこ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 すごい大変だったと思う、あれぐるぐる回りながら物いろんな人に渡したりとかさ、あの春から秋までのメンバーをこう翻弄するシーンじゃないですか、そこ、うん、でもなんかいろんな幕、うん、なんか、はい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 、あったじゃないですか、あれを渡しながら、自分で書いた大事をね、書いた大事をこう渡しながら、うん、でもあれたくさん数があるんで、うん、どこに仕込んどくとか、こう渡したら押し付けて持ってもらうとか、本当みんなの協力があってあのシーンが出来上がってるんで、遊戯いなかったけど春から秋のあの空間はなんかみんなあの空間に全劇団員がいるっていうことでやってたから、だからさっき話してる時に龍いなかったんだけって思ったぐらいだから、なんかこの公演もそうだよね、なんか、うん、みんないたような気がしちゃう、みんないるようになってるよね、はい、やってますね、もう感動したもんな、なんかもう見に行って、そうだよね、いやもう秋冬でね、だって借金完済するんだもんね、そうなんです、そうだよね、ね、オープニング曲とエンディング曲以外では初のこうそうかしっかりこうデュエットさせていただいた曲なんで、もうこれを上げずにはいられなかった、うん、なるほど、そうですね、いやでもなんかこの曲やってる時本当になんかトッキーが周りを埋めてくれるから、はい、あすごい心強かった、嬉しい、うん、うわ普通に嬉しい、普通に嬉しいよかった、ね、振りも可愛いですね、あれ本当に見てて、あ、ね、うん、ね、あれね、本当振り付けの2が昔の2なのね昔の 2で親指の方いきますよね、そうそう親指の方の2なんだよ ね、 ね、せっせっせ、よかったですね、はいはい、ではトッキーさんはということは質素倹約節制生活でした、はい、でした、最後は、はい、私、はい、藤田玲が選んだエース的楽曲は春組単独公演不思議の国の青年アリスです。おお、普通に好きなのこの曲なんかなるほど、そうだから光ると、はいはい、確かにな、こうなんかハモリもすごい気持ちよかったし、うん、なんかしかもすごいなんかあの時さ、ハルタンは僕らサポート側で出てたけどさ、だからずっと、しかも俺はあのほらトッキーとかは出てたじゃん、はい、出てました、トランプ兵として、はい、で僕出てないんですよ、はい、はいはい、だからなんかずっと稽古から
客観的に見てて、はい、なんか見守ってた感がある公演なんだよね、はい、俺としてはね。確かに、うん、いやもう僕なんてそのチェシャン猫役を、うん、え、何何チャシャ猫か、あ、チャシャ猫ね、チャシャ猫ちょっと名前わかんなくなるんですよ。チェシャ猫だっけ、チャシャ猫、チェシャ、チェシャ、まあ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 、をやってた。自分の役目ぐらい覚えときなさい、ほんとに。すいません、すいません、ちょっと、まあでもその時に猫の動き方だとかも、あのそれこそレイさんが、あのもっとこうやった方がレあの猫っぽい動きに見えるし、なんかさ、あれ、特にあの前川ゆうきが、はい、ウサギの役でせかせかしてるから、はい、逆にその対比で流儀は猫っぽくもうちょっとしなやかにのびのびやって、そこの対比出した方が絶対面白いよみたいな話はしたの覚えてる、はい、いやもう本当にそれを言われて、それでその舞台上でやったら、そのいろんなファンの方で監督さんたちがもうめちゃめちゃ猫の動きしなやかでいいとか言ってくれる、うん、これ全部レイさんの。いやそんなことはない。いや、やったのは、いや、おレイさん、お前、いや、レイさん、投げっすよ、当たり前じゃないですか。いいよ、トッキーいいよ、当たり前っすよ、どんどん行ってこう、任せてくださいよ、兄貴かかれば。いやいや、2人イチャイチャしてんだよ、毎回毎回。アクリル番号じゃない、アクリル番号じゃない。でもトッキーさんも振り付けでもう細かく教えてくれたから、トッキーなかったら、いやもうそこは僕ができるサポートの相方なので、どいてくれ。そうですね、チェシャでした、チェシャでしたね、チェシャでした、合ってましたよ、チェシャで合ってましたよ、やっぱり。いやでもなんかすごい、いい、普通にいいお話だし、いやそうですね、もう俺アリス自体がすごい好きなの、原作の、原作の、そうそうそう、だからなんかこういうアレンジするんだなって。しかも初の単独公演はさ、はい、そうですね、一発目というか、はい、そうです、こういう風にやっていくんだぞっていうスタイルを作ったその公演だったんで、そうですね、なんか、いやでも周りの方に本当に支えられてた公演でしたよ、本当に。でもいつも春組は先頭走って、ね、絶対先頭走ってくれるんで、俺たちの道を作ってくれるんだから。だって事故るとしたら春組なんだ。言い方、言い方がすごいですよ。事故るとしたらって。俺たちは後ろからね、ついてついていけばいいから。そうそうそう。あれは気をつけようみたいな。あれはやっちゃいけないで。やめてくださいよ。あったな、そういうやつあったな、じゃあ俺ら。いやでも本当感謝しますよね。いやいやいや、本当にでもその分だからプレッシャーがあって、こうやっぱつなげなきゃっていうのでね、うん、うん、だからなんか単独公演の一番最初だから、僕らが単独公演やるときにもやっぱりこう思い浮かべたというか、うん、のはありましたね。いやでも本当にいい曲いっぱいありますからね。いっぱいある、ありがたい、うん、ユウさんすごいって思います。いや本当よ、本当に楽曲のユウさん本当にすごいですからね、はい、ということでね、さあいかがでしたでしょうか、エーステの楽曲はねもうほんとたくさんあるんで、ぜひ他の曲も聴いてみてください、うん、ということで以上フォーシーズンズライブ2020ラジオリハーサルでした。それではここで1曲お聴きください。満開ステージ A3 ウィンター2020メインテーマでエンジェルスノー。風が僕をいつの間にか大人にしてた。孤独だけが降り積もる泥だらけの雪だるま。怖くて見せられなかった隠してた心の弱さを笑わずにぶつけ合えた場所。そっと手を伸ばせば届く距離にみんながいて嬉しくなったんだ。冬が寒さを増すのは寄り添えるためのプレゼント。今夜は少し飲もう。ほろ酔いで語り合う頬が赤く染まる素敵な帰り道。夜空見せてあげる孤独だった心。
んだことを包み込むように、かじかんだ手はぬくもりを思い出すため FM93AM1242 東京有楽町にある日本放送からお送りしてきた満開ステージ A3 ラジオエンディングでございます。はい、今回どうでしたか。まあね、いろんな楽曲にまた、ラジオリハーサルということで。でもなんかさ、こうやって曲について話すことってあんまりないですね。ないですね。ね、うん、でもって思い出しましたね。やっぱ曲聴くと全部思い出す、イントロであーって染み渡るというか、ね、その時のあの張り詰めたピーンっていう空気がね、はい、ありますね、はいはい、あれをなんか思い出す、袖とか思い出しますね。そうそう、本当に本当に袖思い出しますね。もうすぐ出なきゃ出なきゃ、はい、ということでね、番組ではあなたからのメールをお待ちしております。受付メールアドレスはすべて小文字で msa3@allnightnippon.com です。 msa3@allnightnippon.com、 3は数字の3です。番組の感想や出演者への質問を募集しています。キャスト全体への質問を送ってください。番組のツイッターアカウントは @msa3_radio です。番組でメールが読まれた方は、番組のツイッターアカウントをフォローしてハッシュタグエーステラジオでツイートしてくれたら、その中からですね、抽選で番組公式ステッカーをプレゼントしちゃいます。よいしょ。はい、メールにはね、名前と住所を忘れずに書いてください。お願いします。番組ホームページではスタジオの写真はもちろん、これまで放送した番組もアップされています。 A3 ラジオで検索してご覧ください。はい、はい、そしてですよ、満開ステージ A3 4シーズンズライブ2020は9月17日木曜より東京ガーデンシアターで行われます。お楽しみに。はい、そして好評発売中の戯曲本スプリング2019とサマー2019に続くオータム2020ウィンター2020の発売は11月19日です。現在オフィシャルオンラインショップや全国の書店で予約受付中です。ぜひチェックしてみてください。詳しくは満開ステージ A3 のオフィシャルサイト、この番組のホームページをチェックです。
はい、ということで今回のお相手は春組佐久間咲也役横田龍儀と秋組古市咲雄役藤田玲と迫田健役田内時博でした。バイバイ。エンジェルスノー。そんなかっこよく